ズバリ発表します。10歳0ヶ月で135センチないあなたは身長将来170センチにいきません。身長ビヨーン医師学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長の増し方とチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日ね、衝撃的なお題ってことで、10歳0ヶ月135センチのないあなた将来170センチいきませんよってところで警告動画ねお伝えしていきたいと思います。ってことで、10歳0ヶ月の平均的な身長がね 136.4 センチなんですね。で、例えばなんだけど、145センチぐらいある人将来180センチになります。一方で、例えばなんだけど135センチぐらいね、まあ、タイトルにもある内容ですよね。それは将来の身長にが170センチっていうのは、いわゆる期待値が、170センチなんですね。なのでつまりは 50% の可能性で170センチいくし、50% の可能性で170センチいかないっていう意味になりますので、まあ冒頭で、ね、170センチいきませんというふうに言い切ったのは、まあ、50% の可能性でいきませんよって説明になります。これね、結構重要だと思ってて、結構ね、どの お父さんお母さん、まあ、ご本人も含めてなんだけど、結構ね、その何もしなくても170センチってお父さんとお母さんが身長高くいくんだよとか、そういう風に思ってる方も多いです。で、最終身長ってのはどういう風に決まるかっていうと、現在の身長と、まあ、今までの成長、過去の身長と、あとレントゲン、骨のレントゲンですね、骨のレントゲンとか、あと思春期症状とか、あと両親の身長とか、あと採血の項目ってことで、まあ、普通上6個の項目からなるので、まあ、このね、まあ、今お話しした現在の身長1個目の項目だけなので、もちろんこれだけで決まるわけではありませんけども、一つの参考にしてくださいっていう意味になります。で、そういったの簡単に分かるのは、この成長シートっていうか、身長先生の成長シートっていう名前で商標登録取ってるんですけど、これ見るとすぐ分かります。で、YouTube の概要欄に貼ってますので、公式 LINE の方がどんどんダウンロード無料でできますので、ぜひね、そういったとこダウンロードしてください。あとは、すごい身長伸ばし方って、こちらの方ね、よいしょ、で、角川の方がお出しさせていただいてますね。こちらの方ですね、まあ、なので重版も決まったってことで、本当に人気の本になってます。私もすごく売れて嬉しいなと思うんですけど、まあ、こういった本の付録にもね、こういうふうに、成長シートって入ってます。まあ、こういったのでもいいですし、まあ、無料でダウンロードしてもいいですし、まあ、そこら辺皆さんにお任せしますけど、そういったのをやると分かります。少し手元の画面に移りたいと思います。はい、それではですね、こちらがね、実際の成長シートで、まあ、こういう風に A3 にしてダウンロードすると分かりやすいかなと、ぜひダウンロードしてください。例えばなんですけども、10歳0ヶ月のお子さんであれば、まあ、ここのラインですよね、このラインね、ビーッていくと、まあ、このラインで、まあ、この中で、まあ、自分がどこにいるのかっていうとをチェックしていくって感じですね。で、右側がもちろん高くて左側が低いって説明です。ここ 136.4 っていうのが平均になってて、でその子が単純に平均的に伸びていくとってことで、こうやって見て 171.0cm だねってところで、この真下に下ろしたところが、まあ、自分の今のね、平均的な期待値だと思ってください。もちろんそれに対してね、まあ、思春期が遅く出る子に関してこっち側に行くし、思春期が早く出る子に関してこっち側に行くってところで、まあ、いろんな情報があるんだけど、まずは一旦はまずこのベースのね、真下に下ろした数字が重要ってこと。例えば今回でも10歳0ヶ月135っていうのはここの部分ね、ここの部分だから、ここから真下に下ろすとちょうど170に行くか行かないかってところだから、これより低い子ね、じゃあこの例えばだけで132センチの子とかは167になるよとか、127センチぐらいの子は将来162、3ぐらいになるよとか、そういったのが分かるっていうのはね、画期的な成長シートってところで、これ私が作ったんですけど、これ見ていただくと分かりますので、こういったところですね。例えばなんだけど、じゃあ残念なんだけど132センチのお子さんがいたとすると、その子は将来167ぐらいになるわけね、167、8ぐらいってことかな。この厳密に言うと 167.3 から 167.9 ってところなんだけど、じゃあこれをどういう風にすれば170センチに行くかなっていうところを検討していきたいと思います。これ検討するにあたってとか、まあ、いわゆる治療の部分ですね。治療に関して言うと大きく分けると3つあると思ってください。1つが成長ホルモン、で次が春季コントロールするお薬で、サプリメント、まあ、栄養補充ね、で、あとは生活改善。例えば生活を改善するのが目的であれば、まあ、こういった本ね、もう皆さんも、持ってると思うんだけど、まあ、こういった本を買っていただくと、まあ、ここの部分はクリアできます。クリアとかね。栄養補充に関して言うと、これは実際受診してもらう必要があるんですよね。で、受診してもらって、で、採血の結果を見て、やっていきます。採血でこれを栄養補充していくと。で、例えばなんだけど、サプリメントでどれくらい身長が上乗せできるかっていうと、上乗せっていう表現では大体この年齢だとプラス1から3センチ、まあ、最大で3センチぐらいの上乗せだと思ってください。で、例えばなんだけど、栄養が欠乏した状態から比べると最大10センチぐらい変わると思うんですけど、欠乏してない状態でアドオンね、まあ、プラスアルファっていう表現だと、まあ、こういった表現かなと。ただね、結構欠乏してる子も多いので、そこはちょっと注意が必要かなということで、まあ、最大10センチぐらい変わる可能性があると思っていただくかもなんですけど、まあ、基本的には2、3センチぐらいかなというふうに思うんですね。春季コントロールするお薬、これに関しては最大5センチぐらい、まあ、プラス1から5という表現で、通常10歳0ヶ月の男の子だと、まだ春季が来てなくて、まあ、一番早い子だと10歳半ぐらいから来てくると思うんだけど、そういった方が春季コントロールお薬すごく重要ね。そういった子は重要。で、最後、成長ホルモン、これに関して言うと、まあ、プラス3からどうだね、この
年だと最大10センチぐらい十分変わるんじゃないかなってところで、まあ、こういったところを組み合わせると、まあ、プラス3からまあ最大で10センチちょっと、まあ、10とか12とか、これぐらいだったらですね、十分に治療として変動できるわけになりますね。なので、例えばなんだけど、まあ、こういうふうに167しかならない子が治療を受けることによって、まあ、これが173になるとか、最大で言うと178ぐらいまでいっちゃうのかな、理論上ね。ただこれはね、理論上の数字であって、ここまでいくの結構難しいですね。まあ、実際問題は、まあ、大体ここら辺ぐらいを目指して治療していくことが多いかなというふうに思います。まあ、ぜひね、参考してください。ということで、135センチない人に関して言うと、まあ、ちょっと平均的50% 確率で170センチいかないよってところと、こういった治療ね、こういったのを受けることによって170センチを目指せるってことですね。そこをご理解いただければと思います。それではまた。